練習大変っていう。塩らっきょう、これが、塩らっきょう、メンマ、ポテトサラダ、うまっ塩らっきょう、うまっ。島らっきょう、うまくない？あるよね、よく。うん、すいません。生もう一つお願いします。中生。はい。これがおそらく笛でしょう。笛ですね。これがね、ほら、我々人間も笛があるわけですよ。うん。これが、胃カメラ飲むときに引っかかるんですよ。パッキョイを落とすんですよ、これ。わかる？俺は感じたよ。パキョパキョ、便に逆らってパキョって入って、はい、入って、今入れただろうこの野郎という。もうどうぞ。まあ一味、あとは好きに祭りで。一味はもうソウル。そうソウルで。ね、もうソウルなんとかですよ。うん、じゃあ喉行きます。膝軟骨、豚の膝軟骨うまかったですよ。ね、そのグルコサミンたっぷり。サントリー。お願いしますか。これは何？これ気になるわ。あ、すいません。ガツが食べたくて東京来てるんやからね。嬉しいっす。嬉しいですね。アナザースカイ。もう住めばどこでも都で。都、うん、まあまあそういう考えでおるようにしとるんやけどね。どこにだけ酒場はあるじゃないですか。ね、そこですよ。もうあれは2軒目だな。あれは2軒目か3軒目やな。もう耳真っ赤っかやもんな、あれ。あれはもう2軒目行こう。すごいね、ここも。浅草もすごいけど、上野もやっぱすごいね。意外と浅草じゃ昼行ったことないですよ。行きたいですよね。明日行きます？なんかやること決まっとるんで。この後決まっとるんで。で決めるといいことないもん。まあまあ、よく僕ここって決めたら空いてないことが多いんで、あ、うん、一応確認したりしていくんですけどね。でも空いてないよね。あれなんやろね、あれ。あそこで一人飲むわ。一人で飲む。あそこで一人飲む。行ってみてもいいよ。いやわ、3人おるなんでかんのあそこ。チャンネル登録よろしくお願いします。